マルコさんありがとうございます。そして南條様も、まあ、このような形でお話をするご招聘をいただきましてありがとうございました。まあ、私は非常に謙虚な気持ちであり、またとてもエクサイトしてます。カールステンさんと誠一さんのお話の次に私が登壇できるということは嬉しいです。というのは彼らがおっしゃったことの多くは私も非常に共鳴する内容であり、そしてその一部私の話にも取り込みたいと思っているわけですが、また同時にこのお二方は非常にエクサイティングな、とても面白い芸術の世界のトレンドというものを代表していて、これを奨励して、そしてこういった考え方を都市でもっと根付かせることが必要だと思っている方です。で、私のタイトルはソフトニングザシティ、都市を柔らかくするというタイトルになっています。で、実はこの考え方というのはカーステンさんとそれから斉藤さんがそれぞれの話の中でおっしゃったことと若干共鳴するんですが、まあ、都市をハッキングするという考え方、あるいはハッキングしたり変革したり、そして都市のプログラムとか、あるいはコードを変えるということは、これは両者の作品にも共通することでした。また人に権限を与えてコントロールが取れるようにする、まあ、人が参加することによって町が人間をコントロールするんではなくて、そのコントロールを奪って町を自分のものにするという考え方を、まあ、彼らが多分主張していたのではないかと思います。少なくともその主張の一部だったと思います。都市における芸術の未来というのはマルコさんおっしゃった通り、まあ、今後は必ずやその都市の未来とも深く関わってくると思われます。いくつかとてもワクワクするようなトレンド、それから分野が今育ちつつありますが、私はまあそれをすべてこの25分で捉えることはできないので、ですからまあスナップショットのようにいくつか起こっていることで私が面白いと思うものを切り取っていきたいと思います。また皆さんもぜひ念頭に置いておいていきたいものです。皆様の都市が未来将来にどうなるかということを考えるとき、そして私どもが集団として都市全体を考えたときに重要となってくるいくつかの側面が出てくると思います。ということで、都市を柔らかくするソフトニングシティという考え方、まあ、実はこのきっかけとなったのがジョナサン・ラバンとおっしゃる方が40年前1974年に書いたある小説が元になっています。この小説は実は主人公ある個人がいまして、で彼がいろんな形で都市を、まあ、管理したり、そして都市の中を歩き回ったりする、そういう小説です。ラバンさんが言ってるのは、町というのはハードから来ている、全てがプログラミングされた、都市計画をされてしまったグリッドとか建物だけではないと、もっと基本的に都市というのは人間が作り、人間の使い方によると、つまりに都市のいろいろな謎とか記憶とか人間によるその管理の仕方、あるいはナビゲーションの仕方、これによって町というものがよりソフト化するんだと、柔らかくなるんだと、そこで、まあ、ソフトシティというアイデアを活用しながら、メディアアート、特にメディアアートが、まあ、運用されているされ方、それからメディアアートによってある種のリプログラミング、ハッキングを人が起こすことができる、つまり都市に参加することによってハッキングすることによって街がソフトになると、ソフト化できるんだというお話をしたいと思います。斉藤さん、それからニコライさんのお話はいずれも街のファサードについて参照し、それを使っていました。そこで私の方からは、実は建築で大きな変革が起こっているということを話したいと思います。以前建築というのはスクリーンとかメディアを建物そのものにつけていました。しかし最近では建物自体がスクリーン化している、スクリーンとなっている、つまり建物自体が媒体となって、その上にものをプログラミングしたり、あるいは投影したりするようになってきています。で、このトレンドについていくつか例をご紹介していきたいと思っています。まあ、これがタイムススクエアです。1930年代のタイムススクエアです。次お願いします。これは同じタイムススクエアの1960年代の写真です。まだテレビのスクリーンはありません。見られるのは看板だけです。次のスライドです。
まあ、ここでやっと、まあ、照明を与えた、まあ、ネオンサインのようなものが出てきました。これは1980年代ですけれども、一部看板は動きが見られますけれども、でもいわゆるスクリーン化した看板ではない。これが今のタイムズスクエアです。2012年です。でご覧の通り、まあ、これは世界のどの都市でも同じだと思います。多くの都市でどんどんと建物のファサードのメディア化が進んでいる。でそうなりますと建物自体との関係も変えなければいけませんし、そして建物をハードウェア、そして固定されたものではなく、もっと操作できるもの、もっと面白いものとして捉えることができるんではないかと思います。このトレンドはタイムズスクエアにとどまる、あるいは渋谷にとどまるものではありません。他の多くの都市にも見られます。まあ、これは中国の無色のウーシータワーです。まあ、タワーそのものがスクリーン化しています。次はガレリアです。韓国のチョナンにある建物ですけれども、これもやはり LED を使ったスクリーンを、ファサードに設けています。それからアゼルバイジャンのバクのフレームタワーと呼ばれるタワー、次がアブダビのキャピタルゲートです。次お願いします。実はここで動画をお見せしたいと思います。シオンジンというアーティスト、彼はソウルスクエア、ソウルスクエアガーデン、ソウルにありますけれども、そこを作品化しています。女性ですけれども、ご覧の通り、アイデアそのものは先ほど誠司さんがご紹介したような作品と似ていますし、また昨日それから一昨日披露された作品と似ています。つまりスクリーンがより建物に統合化されたことによって、もっと公共性のある作品を作ることができる。そして建物自体がもっと人間が可変できる、変化できる、あるいは操作できるようなものという印象を与えることができると思います。都市をマネージする、管理する、あるいは今までと違った形で街をナビゲーションする、つまりあるいはハッキングするという考え方が一番面白い形で出てきているのがゲームです。アーティスト、それからゲーマーがどんどんと街の中に入り込んでゲームをするようになっている。つまり街そのものがゲームの遊び場となっている、舞台となっているわけです。そこで街中のゲームの例をいくつかご紹介したいと思います。これは初期の例でアルタネットリアリティのゲームです。ニューヨーク市のために開発されたもので、面白いことに、これはノードランナーというゲームなんですけれども、チームを作って、そしてチームごとにニューヨークのいろいろな場所に行っていくというものです。で彼らの狙いはワイヤレススポットを探すことです。でワイヤレススポットに到達したら、ターゲットを一つ選挙ということで、そのどんどんと次々とワイヤレススポットを探していくというもので、これは2002年のゲームです。ワイヤレスとかワイヤレスの、都市への統合化自体がまだ目新しい時代でした。このゲームそのものの構造を見ても、プレイヤーがワイヤレスノードそのものを探して、そしてそれを一個ずつ探し当てることで、ポイントを取っていくという考え方でした。次はブラストセオリーというメディアアートのコレクティブグループ、イギリスのグループが作ったゲームです。ゲームを再生していただけますか。このゲームはアイライクフランクという名前です。アドレードが舞台となりました。アイライクフランクというのはオンラインとストリートで同時になされたゲームです。ストリートプレイヤーはアドレードの、フランク
これはウォリーを探せと同じような、考え方です。つまり、フランクというある個人を街中で探すというゲームなんです。でいろいろなヒントをもらったり、街の人たちと話をして、あるいは聞いて、フランクを探します。そして、携帯にどんどんヒントが表示されまして、それをもとにフランクを探していくんですけれども、これによって街をより理解することができる、街中を、自分の位置情報を確かめながら歩き回ることができます。その時、その仮想のこの街の地図というのがオンラインで、つまり携帯で表示されます。これはブラストセオリーが作った別のゲームになります。ちょっと内容が違います。このゲームの狙いは、これは2008年のゲームですけれども、ゲームの目的は、3人のプレイヤーがいて、それぞれがカメラを持っていて、それがリアルタイムで接続しています。そしてこの3人の目的はお互いを探し合うことなんです。つまりかくれんぼのようなもので、3人がお互いを街の中でお互いから逃げようとしてるわけですね。そして、この3人は他の人を探すために何をしてもいいというルールになっています。でビデオを再生していただきますと、そのゲームの内容が分かります。これですね、再生してください。Is an online game. Three runners stream live video in high definition from the streets of Manchester. Online players enter their name and pick a runner from one of the three teams. オンラインプレイヤーはランナーの一人を選んでチームを組みます。私の計画としてはできるだけ隠れることです。ランナーを一人選びます。そして彼らのカメラからの画像を見ながら、別のランナーを見つけたらスナップショットを撮ります。ログオンして、そしてこのゲームを、あのカメラを持った3人の1人の目を通してゲームに参加します。オンライン環境を実際の街とも接続つなげますし、またプレイヤーが街中のいろいろなリソースを活用します。地図とか、あるいは街の住民を街中で止めて、同じようなカメラを持った人見ませんでしたかと聞くわけです。そうすると、 あっちに行きましたよと、あっちに走っていけばいますよと教えてくれたりするわけです。では次に行きます。次のスライドお願いします。皆様の多くはオグメンテッドリアリティ AR 拡張現実をご存知だと思います。つまり仮想のオブジェクトを現実の、環境に入れる、あるいは投影する、重ねるというものです。その逆もあります。でこれは例えばゲームでも、それから実際の環境と今まで可能でなかった形で、インタラクションができるようになります。アーティストはこの AR を使いながら
町について今までとは変わったあるいは違った形で街中を歩く、あるいは街というものを捉える試みをしてきました。まあ、これはデジタルアート週が、まあ、最近シンガポールで開かれた時の作品の一つです。手前のコンテナはすべてバーチャル、仮想なオブジェクトです。実際の環境 の上にバーチャルなオブジェクトを投影しているわけです。でスマホなどを使ってみると、この実際 その写真といいますか画像の上にこのようなバーチャルなオブジェクトが出てくるわけです。まあ、これはタミコ・チエルという方の作品で、このタミコさんというのは仮想現実 のパブリックアーティストでも非常に有名な方で、実際実環境にはなくて仮想にしかないような、まあ、そういう作品を作っています。でその場所にエンベッド埋め込まれていて、その場所に行ってこのようにスマホをかざすとこうやって仮想のものが見えてくるという、そういう作品です。こちらのアーティストは、まあ、中国人ですけれども、2人のアーティストです。バタフライラバーという、これはお話なんですけど、それをこの環境に組み込んでいます。で実はこのバタフライラバーズというのは、この公園でを舞台とした、その香港のいろいろな場所を舞台とした本物の小説物語です。でご覧の通り、これはセンマルコス広場にいるんですけれども、アーティストがそこに中国の、まあ、アズマヤチャイナパビリオンを第54回ベニスウィーン のビエナーリで埋め込みました。つまり違った現実の層をもう自分がコントロールできない、つまり固定化された環境の中に上に設けて、そしてそれを通じてハッキングをしてその環境を変えるという手段です。ではもう一つ、アルタネットリアリティあるいは拡張現実のゲームで、携帯用のゲームがあります。これを再生してみたいと思います。イングレスという名前です。これはゲームという構成になっていまして、現実環境、リアルな環境でゲームをプレイしてるんですけれども、携帯電話を使います。すべてのクルーヒントは全部リモートで送ってきます。そして仮想のいろいろなオブジェクトを現実 その環境の上に投影して見ていくことができます。ありがとうございます。次のスライドお願いします。もう一つ最近面白い動向としてぜひお話したかったのがウェラブルテクノロジーです。ウェラブルテクノロジーを使って人々が街を歩いたり、あるいは今までと違った形で街とやり取りをする、まあ、ための手段となりつつあるということです。まあ、これはフロングデザインという有名なデザイン会社のデザインプロジェクトで、エアウェイブスマスクと呼ばれています。ご存知の通り、大気汚染というのが中国では大きな問題となっています。そこで彼らが開発したのはネットワーク化されたマスクです。このマスクはスマホ携帯電話とネットワークでつながっています。つまりマスクをしている人は全員がまあ、センサーとなるわけです。つまり自分の場所、いる場所からマスクを通じてそこの場所の汚染レベルというのを情報を収集する。
でそれをまとめますと、その情報をまとめますと、その市内のどの地域で大気汚染が一番ひどいかということを知ることができる。そしてこのマスクを使った人たちが、まあ、それを使ってその街中をより位置を同定しながら歩き回ることができるということです。で、まあ、これはまあそれなりのインパクトがあります。で、私の理解ではまだこれはプロトタイプだと聞いています。まだきちんと実装はしていないそうですけれども、でも面白いアイデアだと思いました。つまり抽象的で、コントロールできないような公害というものに対しても、まあ、今までとは違った形でナビゲーションができる、まあ、その権限を与えられるということです。バイオサーキットというこれは作品です。これはウェアラブルで、まあ、洋服なんですけれども、心拍数を記録しています。で、この女性の心拍数をリアルタイムで収集して、そしてそれをリアルタイムで音に変換して、自分の周りにいる場所によってその音が変わります。例えばいろいろな音の組み合わせとか、あるいは音楽だったりして、まあ、それが彼女のいる場所と、そして心臓のその環境に対する反応に応じてその音パターンが変わるというものです。ビデオを再生していただけますでしょうか。これが心拍です。でこちらが、まあ、スピーカーになります。リラックスしていたり、それからどの場所にいるかとか、あるいは心配、何かが心配してる時、気がかりなことが出てきた時などに音が変わります。街中に出ると急に心臓の鼓動が早まるのがお分かりになると思います。で、足早に歩いています。まあ、私の言ってることをお分かりいただけたかと思いますので、早めに終われないと、まあ、ディスカッションの時間がなくなりますので、 Google グラス、まあ、これにつきましてはすでにこれを Google グラスをどう使うかについてはプロトコールエチケットというのはもうあると思います。フランスではレストランに Google グラスをつけたままでは入れないように、まあ、しようとしているようですが、いずれにせよ誰がいつどこでこの Google グラスを装着できるかを、まあ、規制しようとしています。まあ、いずれにせよ非常に面白い可能性があるものです。つまり町に対してハッキングをして、町とに対して今までと違った形で町を管理する、あるいはやり取りするということです。多くのアーティストがもう使っていますが、 Google グラスは。ただあまり皆さんとお話ししたいほど面白い事例は出てきていないので、まあ、近く何か面白いものが出てくることを期待しています。それからドローン、無人機の話をしたいと思います。多くのアーティストがこの無人飛行隊を使うようになりました。まあ、芸術、まあ、環境の一環となってきたからです。先ほど斉藤さんが、まあ、スタジオにドローンがあるという話をされましたけれども、こういったドローンというのはモデリング、それから情報収集、マッピング、まあ、地図作成などに使われています。しかし、まあ、アーティストとか芸術家がこのドローン、無人機を使ってシステムをハッキングする、あるいは今までとは違った形でシステムとをハッキングするために使います。これはジェームズ・ブライドルのドローンスタグラムというゲームです。インスタグラムを彼は使って画像にハッキングします。アメリカ陸軍が無人機を使って空爆しているサイトの、まあ、空爆前後を示しています。まあ、これはアメリカ、そしてパキスタンの何かのアーティストが作ったもので、 Not a Bug Splat というタイトルになります。非常に大きな、まあ、印刷されたある子供、女の子の写真、まあ、
こういったパキスタンの村に住む、まあ、典型的な女の子の写真です。で、まあ、つまりメッセージとしては無人機が爆撃を加えている場所というのは単なるテロリストの巣窟ではなく、そこには本物の人間が住んでいるんだということを示したいわけです。実際の人の写真を使ってドローン、つまり無人機がもうちょっとその空爆の場所をセンシティブに気をつけて、まあ、ターゲットを決めてもらいたいということなんです。で、これからこれはドローンのセルフィー、自分撮りの写真です。何枚かありますけれども、まあ、我々人間が自分撮りをするわけですから、ドローンがやってもおかしくないということで、アヨコースというイタリアのグループが作った In Times of Peace という作品で、まあ、In Times of Peace というのはかなり皮肉っています。つまりドローンが人を、まあ、殺していないときはこうやって自分撮りをしているんだと、それで暇を持て余してるんだ、潰してるんだという、そういう皮肉です。これは2人の写真家が最近手掛けたプロジェクトです。ドローンが撮った写真、一連の写真をバルチモアという彼らが住んでいる町で撮りました。で、それを作品にしています。で、このプロジェクトではドローンを、まあ、香港で使ってで建物自体をマッピング、モデリングしました。左側のモデル、まあ、これはドローンが作ったモデルです。ドローンを使って作ったモデルです。こちらはイギリスのリアム・ヤングというアーティストの作品です。ドローンが街中をリアルの街中を飛んでいるわけですが、その画像を皆さんのスマホあるいはゲームコンソールでゲームの環境のようにマッピングをする、つまり実際の場所の画像を手元のゲームの地図、仮想のゲームの場所として活用するということです。で、カツというグラフィティアーティストが無人機を使ってグラフィティを描いたという作品なんですけれども、面白い作品になります。まあ、こういった絵は実は多くのギャラリーで実際販売されております。では匂いと街という話をしたいと思います。都市計画を考えますと、まあ、都市計画というのは通常は、まあ、視覚、つまり見えるものが中心です。そして人間の目で捉えた街というのが中心になるんですが、音を考慮することはありません。ですから音というのは音の公害がひどい、そして、まあ、雑音の公害がひどいわけです。また同時に匂いも都市計画では考慮に入れられません。匂いというのは街から消すもの、そして街からできるだけ周辺に追いやるものと考えられている。都市計画ではどうやってその匂いをうまく管理するかというのが重要な課題となるわけです。そこでシセル・トーラスというあるアーティストが、まあ、街の地図を、匂いに基づいた地図を作るという一連のプロジェクトを手掛けました。で、彼女はベルリンの街を匂いで、まあ、地図化したわけです。ベルリン全域を回って北、南北、東西と4つに分けて、そしてそれぞれについて匂いの地図を作りました。匂いを捉えて、まあ、抽象化して、そして香水を作る、まあ、メーカーと一緒に、まあ、共同しまして香水を作った、匂いを作ったわけです。で、これがベルリンの匂いの研究から作られた香水です。まあ、考え方としては街を全然違った切り口でマッピングすることができる、地図を作ることができるとなりますと、今までと違った形で、街というものを考えることができるわけです。で、皆様どうか分かりませんが、私は香港で今起こっていることを本当に注目して見ています。で、最後のスライドでは香港の若い人、まあ、抗議集会に参加している人たちが
彼らに敵対しているこの町に対してエンパワーメントをしようという、そういう、捉え方です。スタンバイユーというプロジェクトですけれども、抗議に参加者に対して、支援をメッセージとして送るというものです。でこれを町中のいろんなところで、表示して、そしてあなたは一人ではないというメッセージを伝えているわけです。でここから得られる学びというのは、やはり国境というのはハード固定なもので、そして建物とか垂直構造というのはいわば一つの障害となって人間と人間の間のコミュニケーションを阻害してしまうと。しかしこのような環境、抽象的なあるいは敵対的な環境の中でもお互いを探し合って、そしてつながる方法はあるんだということです。ということで香港の皆様方と私は連帯感を持ってぜひ運動したいと思います。ありがとうございます。